今日はタクトの耳掃除をします。皆さんちょっとここから見てください。タクトが痛い痛いは気にしないでください。ちなみに鼻をほじったことは気にしないでください。あ、どうだ、意外とないんじゃないかな。ないような気がするな。なさそうな気がするよ。見てみよう。お、どうしたの？いや、もう待っていたね。じゃあちょこっとだけあるけど、ちょこっとだけ取るか。ちょっと待ってね。この明かりの調整を。今引っ張ってみたい？大丈夫？耳どけてこない。あ、もう満点ですね。花丸です。ちょこっとだけ取ります。はい、ちょっと見せる。ちょこっとだけ取ります。あ、だか、あの、遠目に映しすぎ、遠目に。こんな感じです。あ、落ちた。はい。これだけ。まあ、綺麗ですね。耳くそはこれ。耳ごって言った方がいい。耳くそって。耳子がこれです、うん、はい、じゃあ今度こっち、今度反対側、こっち側を見て、はい、タックの背中を見せます。どう？どうしたの？いや、ちょこっと耳の奥が見えんけど、ちょこっと、でもこれもいけるね。はい、タク満点です。めっちゃ綺麗です。あ、ないです。もうさっきのちょこっとだけです。はい、というわけでなぜしたか聞きたいですか？それは明日学校で聴力検査があるからです。はい、というわけで皆さんも聴力検査するときはその前にの夜に耳かきをしてくださいで。じゃあバイバーイ。